令和6年5月20日月曜日です、月曜日夜9時から夜更かしマンデークレイジーナイトです。本日も開催いたします。よろしくお願いいたします。割と盛況の10代エントリーですね。予選走行から決勝レースすべて電池ワンパックで行います。マンデークレイジーナイトレース、予選ベストラップ方式ノックアウト、10台走行、Q1 は12分間、最小ラップ数5周、最大ラップ数10周でトップ5は Q2 進出となります。予選順位6位以下を確定いたしまして決勝 A グループとなります。あ、上村選手が2周目9秒55、さあマンデークレディナイトレースは、青モーター 6T であれば何でも OK のお手軽レースです。しかも電池は1パックで予選から決勝まで走りきりですんで電池の交換とかもいりません。さあ上村選手は5周消化、最小ラップ数を消化して9秒55、1番時計です。さあ現在走行はトヨタ TE27 レビン小西選手、じゃあ箱すかよこれ TE27 チゴタ同じ色やからレビンや思ってたら箱すかやった。あれみんなそういう系だし箱すかでしたね。小西選手箱すかで走行しております。さあ残り時間は残り時間10分切りまして9分30秒ですね。残り9分30秒。さあ残り9分です。 Q1 走行時間残り9分です。今のところ上村選手が5周消化の9秒55をマークしております。鴨選手が6周、7周目入って9秒88、2番タイム。浅田選手が、これ5周目かな、5周目で9秒台入りまして9秒97、小西選手は5周消化の10秒65となっています。現在タイムをマークしているのは10台中4台。さあ四谷選手は1周目11秒4、さあ走行残り時間は8分20秒です。さあ走行時間8分切りまして残り7分30秒です。現在ロングランボですよ。あそこの1枚マットのとこでロングランボショートカットも行ってもらいますから死の回廊と呼ばれる死の回廊、死の中央回廊と呼ばれる今日のジョーカーレーさあ四谷選手8周目10秒99、まだあと2周いけますよ。さあ走行時間残りは7分です。残り7分です。
あ、マンデークレイジーナイトです。予選 Q1 走行時間7分切りまして6分45秒です。現在、6台タイムマークをしております。上村選手9秒55、ニューナイ選手1周目9秒77、山下選手は1周目9秒66、2番タイム、ニューナイ選手3番タイム9秒67、鴨選手9秒88、4番タイム。さあ、山下選手はどんどん更新していく。2番タイム9秒60、浅田選手9秒99、小西選手10秒65、予選。さあ、転倒出ております。最終転倒出てます。さあ、残りは6分です。残り6分です。残り6分。山下さん、はい、5周行きましたよ。9秒60で2番タイム。さあ、各社最小ラップ数5周、最大ラップ数10周、走行時間は残り5分40秒です。マンデークレイジーナイトレース予選走行 Q1。 さあ、ニューナイがいい、おっと、9秒70ですね。さあ、現在7台タイムが出ておりますか。上村9秒55、山下9秒60、ニューナイ9秒62、3番タイム。鴨選手は9秒88、浅田9秒90、小西10秒65、四ツ柳10秒99。さあ、石川選手もコースインです。本日は10台エントリー、Q2 進出は上位5台です。さあ、さあ、石川選手2番タイム9秒57。やばい、突然のとぼしきやねん。一周いける、まだあと一周だけ残ってますから、スーパーラップ勝負。そう、さあ、石川選手が5周消化の9秒57、2番タイム。さあ、これで高速と、おおっと、上田選手2周目で9秒47。うわ、9秒6。さあ、バステストラップを更新。あとはもう消化周回ですね。さあ、走行残り時間は3分45秒です。現在9台がタイムマークしておりまして、上田選手9秒47、上村選手9秒55、石川選手9秒57、山下選手9秒60、三浦選手9秒62、鴨選手9秒88、浅田選手9秒90、上田選手5周消化ですね、小西選手10秒65、四ツ柳選手10秒99。スーパーラップ行く。まだ3分15秒なんで。さあ、N村選手が7番タイム1周目9秒90。さあ、2周目9秒88。わーお。まあ、10周走れますからね。さあ、浅田選手は2周アタック。さあ、まだまだ。残り2分20秒、まだ余裕ありますよ。さあ、N 村選手はこれで5周消化。浅田選手もあと1周いけますよ。次、計測通過して本間のラスト1周なの。おっと、6番タイム N 村9秒80。さあ、現在6周目、7周目に入っている。走行時間残り2分です。残り2分です。さあ、浅田選手ファイナルラップアタック。
N 村選手が現在8周。おっと、浅田選手やってしまった。これで10周最大周回数終了です。 N 村選手次ラストです。ラスト周です。これでラスト周、さあニューナヤのタイムを更新するか。うわー終了さあ以上にて、あと走れる人は、小西さんまだアタックできますけどいいですか。はい、N 村選手10周勝。あ、カモさんあと2周いけますよ。ほんま2秒、あと2周いけるけどいい、いいですか、いいですか、いいですか。あと2周いけますから。通過して9周目、もう1周で10周目なんで。カモがいくんだろう、プレッシャーかけて。さあ残り45秒です。カモさんは計測通過してから2周いけますからね。さあニューニューはほんまの1周やね。あ、ニューニューはでも今5番タイムから、カモさんに抜かれたら出なければいけない。さあカモ選手はファイナルラップ勝負。さあどうどうどう。さあ届かず、9秒88で10周確定です。はい、15秒でしたね。残り15秒で全車これでタイム確定です。はい、お疲れ様でした。では上位5台 Q2 進出車両は、上田、上村、石川、山下、ニューナヤ、ご準備ください。ご準備ください。さあ白熱の予選 Q1 終了です。はい、少々お待ちくださいね。6位以降は順位確定です。ヌムラ選手、カモ選手、浅田選手、小西選手、四谷内選手ね。はい、では Q2 は3周のスーパーラップ対決です。はい、ご準備ください、ご準備ください。まずはニューナヤ選手からですね。はい、では Q1 トップ5による3周スーパーラップ。あ、はい、盛り上がる BGM が、アゲアゲの BGM がありますけど、わざに構えてます。なんだよ、これ全体なんだよ。さあニューナヤ選手テーマソングに乗せまして、 Q2 タイムアタック1周目。お、歌入りで入っていきましたね。タイミングバッチリでしたね。さあ1周目10秒05。先ほど Q1 では9秒6をマークしていますが、さあ2周目9秒83。さあラストラップ、さあ丁寧なライン取り、さあ最後まで9秒68。さあ好タイムでニューナヤ選手第1走者終了です。さあニューナヤ選手第一走者が終わりまして、続きまして山下選手。このスーパーラップが、スーパーラップがしたかった。さあ続きまして山下選手。さあ1周目タイムアタックに入っていく。さあ1周目は9秒88。先ほど山下選手は9秒60をマークしておりますが、さあ Q2 スーパーラップでは9秒69。さあニューナヤ選手にコンマ01秒差。さあタイトなライン、さあこれはどうだ。おっと9秒82でほんま01秒及ばずでした。山下選手終了です。はい、では続きまして第3走者石川選手。
お始めください。さあ今のところ二宮選手が9秒68、山下選手が9秒69。 BGM いるじゃん。BGM これ BGM 盛り上がってるかな。微妙な空気になってるだけな気がするけど。あの BGM 欲しいと勝手にイヤホンで自分で聞いといてくれる。さあ続きまして石川選手。やっぱり緊張感、上げ上げの曲の方が緊張感、緊張してるから。ロッキーぐらい上田さん、アニャシンと。ああ、なるほど。BGM 効果を使い出してから5人出てきて、一番最初に BGM さあ1周目9秒78、その後4人からみんな最高ロッキーの愛欲が大河だけど、みんな落としてさあ2周目はスタックしてラストラップアウト。さあやってしまった、やっぱり BGM は大河。さあこれで3周終了です。9秒78で石川選手終了です。はい、では続きまして上村選手。上村さんがムーミンかな。どういうこと。めっちゃ早かった。さあ上村選手1周目、3周やとサティファイの前に終わってしまいましたし、ね、ますね。編集できました。さあ9秒851周目、さあ2周目、おー、危ね。さあ9秒79、さあ石川選手にコンマ0 1秒届かず、ラストラップだ。さあ最後は腰ならず、上村選手4番タイムです。はい、では続きまして最終走者上田選手。あ、今のところニューナヤ選手1番時計9秒68、山下選手9秒69、石川選手が9秒78、上村選手が9秒79と、さあ4台がほんま2秒の間にいる状態ですね。さあ Q1 1番時計の上田選手、どういった走りが見られるんでしょうか。音なったね、BGM 待ってますよ、待ってますよ、全然あの急ぎはしませんから。急ぎはしませんから、全然出るもんも出えへんのよ、北斗の件かぶった、かぶった、かぶった、北斗の拳2ですね。さあ1周目9秒83、さあBGM に反して、おっと一番時計9秒61、 BGM に反して、そりゃそうやわな、そりゃそうやわね。BGM の割には冷静なドライビングでしょ。はい、お疲れ様でした。以上にして Q2 終了です。皆さんナイスランでした。 BGM が欲しい人は自分で持ってきてくださいね。さあではQ2 終了しまして決勝組み分けグリッド確定です。ポールポジションは上田選手、予選2位 Q2 2番グリッドがニューナヤ選手、3番グリッド山下選手、4番グリッド石川選手、5番グリッド上田選手、あ、上村選手。まあでも超僅差ですね。さすが3周とはいえ皆さんもうほんま2、3秒の間っていう感じですね。はい、グリッド掲示板出さんと開きませんね、ちょっとお待ちくださいよ。これほんまやな、こっちは使わへん、こっちは使わへん。
こっちも使って使ったらややこしいややこしい。ショートカット、ショートカットに行くな。ややこすぎる。はい、ではマンデークレジーナイトレース決勝レースへ参ります。ご準備ください。 A グループ、出走ドライバーは、N 村選手、鴨選手、浅田選手、小西選手、四柳選手。さあまずはガチンコの3分間ラウンドです。はい、N 村さんから操縦台をお選びください。マンデークレジーナイトレース決勝レースは各グループで、完結いたします。3分間周回レースと5分間周回レースを1回ずつ行いまして、着順ポイント合計したものが決勝総合結果となります。後半の5分間ラウンドではジョーカーレーンの走行、ショートカット、ロングランの回数で、ハンデ設定を行いまして、より僅差の決勝ポイントとなるようにゲーム性を持たせております。まあ、楽しいのが一番なので月曜日は一番エンジョイなレースですね。エンジョイですけどみんな真面目にやってますけどね。レースは真面目にやらんと楽しくないんで。月曜もムーブメントがありますね。プラモボディが流行ってる時もあれば、今日プラモボディゼロじゃないですか。コニさん、あれ箱スカやからあれ箱スカ、TE になるチャンスよ。はい、ではグリッドを作ください。3番グリッドから N 村選手、4番グリッド鴨選手、5番グリッド浅田選手、6番グリッド小西選手、7番グリッド四柳選手。チーム箱スカ VS チームマクラーレンですね絶対マクラーレン有利でしょうどう考えてもはい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。マンデークレジーナイトレース決勝 A グループ3分間ラウンドスタートいたします。スタート10秒前。さあスタートしました。緊張のスタートオープニングラップ。さあマンデークレジーナイトレース決勝 A グループ、オープニングラップトップで帰ってきたのは先頭グリッドスタートの N 村選手。おっと、さあ最初コーナークラッシュ型、2番手に鴨、3番手はどうなった。これで3番手四柳が上がってきた。さあ最後尾スタートの四柳3番手、4番手浅田、5番手小西。おっと、さあ最終コーナーでポジションの入れ替わり型模様。これで浅田が3番手に浮上。トップ走行はイエローのマシン N 村選手。さあ2番手鴨選手、あと鴨選手クラッシュ。さあこれで浅田選手もクラッシュ。さあおっとどうだった逆向いてるしさあこれだ、なんだかんだで鴨選手2番手キープ。今絶好のチャンスやったのに今さあこれで N 村選手おまけおまけさあ残り2分です。残り2分。さあちょっとバタついております。もうみんな N 村さんに当てていこうかN 村さんがトップ逃げる展開。あ、2番手カモ選手まあまあ迫ってきてる。さあ頑張れ四柳、頑張れおー N 村、オーマイガー。さあ、マーシャルはいかない。さあこれでトップはカモ。あーかんかんかん、そうそうさあこれで N 村かなり絶望的になってきた。トップはカモ、2番手浅田、3番手 N 村、4番手小西、5番手四柳。さあ N 村がまさかの大幅タイムロス。さあトップ鴨選手、現在ストレートから1コーナー2コーナー。さあ赤いボディにグリーンのホイール。さあ四柳浅田、さあここはラップ同士かな、ラップ同士ですね。いや浅田2番手、3番手 N 村。残り時間1分です。残り時間1分。さあ残り1分です。残り1分。トップカモ、2番手浅田、3番手 N 村、4番手小西、5番手四柳。さあレースタイムは残り50秒です。残り50�秒。さあ浅田 N 村距離が縮まってきた。ああこれ5分、あカモ、カモも一瞬危ない挙動見せた。現在1コーナー2コーナートップね。さあ浅田 N 村、ここは1秒差、 1.4 秒差。さあ四柳選手はいい仕事している。残り30秒、残り30秒。おお、うまい。うまいな。う
今のカウンターアタックはさすがに浅田さん、お前が刺さったマーシャルさあ、これで N 村選手が2番手浮上、トップかも2番手 N 村、3番手浅田、4番手小西、5番手よつなぎ。さあラスト10秒ファイナルラップ、さあ各社ファイナルラップ、さあトップカモ選手現在最終セクション、ここでゴールになりそうだ。さあ3分経過、カモ選手トップゴール、小西選手ゴール、江ノ村選手2位ゴール、レース続行中。スタート2台、四谷選手、浅田選手続いてゴール、全車ゴールです。お疲れ様でした。さあトップゴールはカモ選手2位、江ノ村選手3位、浅田選手でした。さあマンデークレイジーナイトレース決勝 A グループの3分間ラウンドが終了です。はい、では続きまして B グループご準備くださいね。まあまあちょうど A ぐらいのハンデですよね。うまいのはもう間違いないんで。さあ続きまして上田選手、ニューナヤ選手、山下選手、石川選手、上村選手。はい、操縦台を決めいただきましたらウォーミングアップランご走行ください。1番エントリー、2番エントリー、3番エントリー、4番エントリー、5番エントリー、1番エントリー、2番エントリー、3番エントリー、4番エントリー、5番エントリー。いいですか。では3番グリッドからスターティンググリッドをつください。3番グリッドポールポジション上田選手、4番グリッドニューナヤ選手、5番グリッド山下選手、6番グリッド石川選手、7番グリッド上村選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。フォード対マクラーレン、フォードだいぶ部が悪いですねでは参ります。マンデークレイジーナイトレース決勝 B グループ3分間ラウンドスタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。マンデークレイジーナイトレース決勝 B グループ3分間ラウンド。さあオープニングラップはお綺麗な隊列を組んで東大が帰ってきた。さあ3番4番入れ替わり、あーっとしかしクラッシュ。さあマシンのダメージはどうだ。さあ大丈夫か、クラッシュがあったな。石川山下か。さあトップは上田、2番手ニューナヤ、3番手石川、4番手黄色いフォードが上村、5番手白オレンジ T1GTR が山下。さあ2周目でクラッシュがありましたが、それ以降は各社スムーズなドライビング。おっと、さあ上村が少しウォール引っ張っと山下転倒。さあ最終コーナー、これは痛いタイムロス。さあ後ろにはトップの上田が見えてきた。レースタイムは残り2分となります。おっと1コーナー、ニューナヤクラッシュ。さあこれで石川2番手浮上、トップ上田、2番手石川、3番手ニューナヤ、4番手上村、ここが近い、5番手山下のレースオーダー。さあちょっとバタついてる。さあ山下もクラッシュ。さあその間淡々と歩を進めるのは上田選手、トップ走行。さあ無傷のトップ走行、現在最終セクション2番手以降は石川が抜け出てきたか、蛍光オレンジ。前上田との距離は 2.1 秒差。3番手ニューナヤが前石川との距離 1.3 秒。4番手上村が前ニューナヤとの距離 1.6 秒。山下がワンラップ。残り時間は1分30秒です。3分間周回レース。折り返しを過ぎました。後半戦に入っていく。さあ、トップ走行は上田選手。現在最終コーナーからストレート。さあ、2番手石川選手。蛍光オレンジのマシン。その距離 1.3 秒差。そうですね、上田選手がコントロールペースですね。石川選手はプレッシャーをかけるところまで行きたいですね。ただこれ追いつこうと思えば思うほど、お、だいぶ追いついてきた。さあこの週残り1分、残り1分。さあトップ争い、上田選手は燃費走行していたが2番手石川が追いついてきた。3番手ニューニュー、4番手上村、5番手山下。レースタイムは残り45秒です。さあ残り45秒。さあ2番手が追いついてきたらペースを上げざるを得ないトップ上田選手。
さあ、しかしここも2番手石川選手焦ってしまうとラインが危なくなる。残り30秒。なんかえらいハイレベルなやり取りがこの月曜のレースで繰り広げられてますけど、さあ残り時間15秒です。残り15秒。さあ残り10秒、1、2、ラストラップ。さあ上田石川完全にこの1位の距離をコントロールしている。もう一周石川ゴール上田、じゃあもう一周やって、もう一周やって、そんな今のクラッシュはだいぶバッテリー食うたな今のはさあ上田選手が、はい、全車ゴールです。トップゴール上田選手、2位石川選手、3位湯田選手でした。さあ以上にて決勝レース3分間ラウンドが終了です。さあではでは続きまして、決勝 A グループの5分間ラウンド、さあお楽しみの5分間ラウンド、まあ、もなくスタートとなります。ご準備ください。出走ドライバーは N 村選手、鴨選手、浅田選手、小西選手、四谷柳選手。3分間ラウンドとは違う操縦台をお選びください。先ほどは、鴨選手トップゴール、 N 村選手2位ゴール、浅田選手3位ゴール、小西選手4位、5位四谷柳選手でした。はい、ではスターティングリードにおつください。スターティングリードにおつください。あ、ウォーミングアップランですね。ウォーミングアップランどうぞ。ウォーミングアップランを好きなだけご走行ください。1番エントリー、2番エントリー、3番エントリー、4番エントリー、5番エントリー、2番エントリー、3番エントリー、いいですか。はい、ではグリッドをつください。3番グリッドからです。3番グリッド、N 村選手、4番グリッド、鴨選手、5番グリッド、浅田選手、6番グリッド、小西選手、7番グリッド、四谷柳選手。さあ死の回廊ショートカットジョーカーレーンどうなるでしょうね。四谷柳さんが、ショートカットを、5回にしましょうね。はい、5回、ロングランはなしです。ロングランなしです。ショートカットめちゃくちゃ早い。ショートカットめちゃめちゃ効きますよこれ。相当効くね。で、小西選手、小西選手がさっきベストラップはベストラップ 10.7、 そうやね、ハコスカですもんね。小西選手、じゃあ小西選手4回にしましょうか。4回、はい、4回、ちょっと4、いや、これですね、5回のショートカットいかんしましょうか。ロングラン5回の、あ、違う、ショートカット、ちょっと失礼、ショートカット5回のロングラン1回しましょうね。はい、真ん中ですよ。はい、はい、ロングランもあの真ん中の死の回廊ですんで、あそこの正面衝突は致命的ですからね。あの、一応無理やとは思うんですけど、一応左側通行でお願いします。2本なんで左側通行でお願いしますわまあ無理やと思いますけど、まあできる限り、まあ、あの徐行した方がいいけどね。徐行スタックするそうやね、避けてスタックもありえんね。あのスタックしたらマーシャル殺しですけど。で、浅田選手は、浅田選手、じゃあ3-1にしましょうか。ショートカット3回、ロングライン1回。で、N 村さんと鴨さん。じゃあ、N 村さんと鴨さんが、ショートカット2回のロングラン1回にしましょうかね。はい、ちょ、全体的に危険度を上げていく感じで
デンジャラスゾーン。はい。もう一遍おさらいしますね。四ツ柳さんがショートカット5回ロングランなし。小西さんがショートカット5回ロングラン1回。で、浅田選手がショートカット3回ロングラン1回。N村選手がショートカット2回。N村選手、鴨選手がショートカット2回ロングラン1回と。あ、まあ、これ大体見やすいんでね、大体カウントできるかと思います。ロングランが4回しかないから、正面衝突の可能性が4回ある、ね。そういうこと、そういうこと。いや、正面衝突の可能性はどっちでもありえますから。通る限りは。反対側から見れば4回しか反対側から来ないんで、ロングラン。ああ、そういうこと。なるほど、なるほど。最大で4、あ、なるほどね。なるほど、なるほど。大丈夫ですか？待ちますよ。電池交換。電池交換してもでいいですよ。全然待ちますよ。時間余裕あるから。始まる前だ。そうそう。スタート前はどう？そうそう。スタート前はどうにかなりますから。なんせね。誰かやってますか、ね、EX系はなかなか多いですよね。そう。誰かが回避したら回避しても回避して、そうそう、だからこの辺からちゃんと見といてただ結構長い感じするから、ね、そうそうそう、ショートカットは左側やったら、まあ、壁するぐらいですけど、あっち側はオフセットブラシになります。そうですよ、そうですよ。これダンサーありますからね。こっちの壁は擦りながら行っていい。そう、手前はね、手前はまだなんとか行けるけど、この壁は擦りながら行って大丈夫だ。これは危険度高いですね。スリッピーになってるのが覚えます。確かに全然問題ないですよ。動いてます、大丈夫ですか、ハンドル。あ、大丈夫ね。はい、では参りたいと思います。マンデークレイジーナイトレース、決勝 A グループ5分間ラウンドスタートいたします。スタート10秒前、フライングにご注意ください。さあ、魔の回廊となるか。さあ、1周目、おー、うまっ、うまっ。1周目、3台板、N 村、浅田、四ツ柳ね。N 村、え、いった誰か、鴨さんロングランね、鴨さんロングラン。あ、浅田さんショートカット2回目。さあ、順位はトップ浅田、四ツ柳ショートカット2回目。さあ、残り時間は2分30秒です。そうか、モニターとメモ見てると厳しいな。小西がショートカット1回目。さあ、順位はトップ浅田2番手野村、3番手四ツ柳、4番手小西、5番手鴨。さあ、現在トップ走行、浅田選手、鴨選手がショートカット1回目。さあ、トップは依然浅田2番。さあ、小西選手はショートカット2回目、四ツ柳選手は3回目。さあ、残り2分です。残り2分、だいぶ序盤に皆さん上下レーンを。お、ロングラン、浅田ロングラン、うまい。浅田ロングラン終了。レースは残り1分50秒。さあ、あれ、これちょっと待った、ちょっと待った、3分になってる。サイレース、サイレース。よかった、何の事故もなかった。何の事故もなかったですね。はい、スターティングリッドに付き直してください。練習になりましたね。案外なんか全然うまいことやってますね皆さん。ハモさん、N村さん、そしてこれカウントするのがなかなかに難しい。さあ、次は誰が一緒にできるか。3、5、5。そうやね、あんまりあの危険な感じはなかったですね。お待たせいたしました、失礼しました。はい、では参ります。マンデークレイジーナイトレース、決勝 A グループ5分間ラウンドスタートです。スタート10秒前。さあ、仕切り直しの決勝 A グループ5分間ラウンド1周目を。お、浅田がショートカット、四ツ柳ショートカット。
さあ、これでトップは浅田に。さあ、ロングラン。小西。うわぁ小西かもロングラン。四ツ谷柳がショートカット1回目。2回目。ロングランいったね。さあ、うまい。カモ浅田、ショートカット。さあ、序盤の30秒が経過いたしました。トップ浅田、2番手四ツ谷柳、3番手江村、4番手カモ、5番手小西。浅田ロングラン終了。さあ、トップは四ツ谷柳。いいですよ。2番手江村、3番手これでカモンなのかな、4番手浅田、さあ、かん、じゃあ小西か。浅田がショートカット3回目。これで浅田ショートカット終了ね。江村ロングラン終了。さあ、浅田が上下連終了。四ツ谷がショートカット3回目。さあ、残り4分です。序盤の1分が経過しまして、あーっと危ない。さあ、小西がショートカット1回目。さあ、トップは四ツ谷、2番手浅田、3番手カモ、4番手江村、5番手小西。さあ、中盤残り3分40秒です。それでロングランいったら、ロングランもう終わってるけど、転倒。さあ、一打転倒。四ツ谷柳ショートカット4回目、あと1回。残りは3分20秒。さあ、まだまだレース中。トップは四ツ谷柳、2番手浅田、3番手江村、4番手加茂、5番手小西。さあ、小西がショートカット。まだ3回あります？今2回目か。さあ、これ小西が3回目、ショートカット3回目。あっと、やってしまった。ほんで、江村ショートカット1回目。さあ、小西ちょっと時間ロスってしまった。残り3分です。さあ、1着クラッシュ。さあ、順位はトップ四ツ谷、2番手浅田、3番手江村、これで2番手江村、3番手浅田、4番手加茂、5番手小西。おっと、さあ、転倒。さあ、小西のショートカット4回目。さあ、レーシングアクシデント。さあ、まだまだ分からない。気にしない。とりあえず四ツ谷柳トップ。もうここはね、安全運転でいきましょうね。さあ、トップは四ツ谷柳、2番手 N 村、3番手浅田、4番手鴨、5番手小西。レースタイム残り2分30秒。やっと半分が経過したところ。小西浅田、さあ、残り時間は2分20秒です。おっと、さあ、鴨引っかかっている。さあ、トップは四ツ谷柳変わらず、2番手 N 村、3番手浅田、4番手鴨、5番手小西。さあ、レースタイム残り2分10秒です。さあ、トップ四ツ谷柳選手が現在中央セクション、白オレンジのマシンがトップ走行。2番手か、N 村選手が赤いマシンですね。さあ、残り2分です。さあ、四ツ谷柳まだトップですね。鴨選手はワンラップ。さあ、 N 村が後方迫ってきている。さあ、四ツ谷柳 N 村のトップ争い。3番手浅田、4番手加茂、5番手小西。さあ、レースタイムは残り1分40秒です。さあ、加茂がショートカット2回目。これでショートカット終了。さあ、これで加茂が浅田選手にどこまで追いつけるか。さあ、トップ争い四ツ谷柳、N村様子を見ております。さあ、四ツ谷柳もショートカットあと1回残ってるのか。 N 村も1回残ってます。さあ、1回ずつトップ、ショートカットが残っている。さあ、ここは行かせるか。さあ、トップは N 村、ショートカットうまいな、さすが。さあ、トップ N 村に立つ。2番手四ツ谷、3番手浅田がドイツ仲介。現在ストレートの2台が2番3番、4番手鴨、5番手小西。鴨もこれ追いつけますね。さあ、四ツ谷、最後のショートカット残り1分です。さあ、これで小西のショートカットがあと1回残ってるかな。残り1分。さあ、前者これおそらく上下連を使い切ってますね。トップ N 村、現在中央セクション、やはりレース運びがうまい。2番手四ツ谷、3番手浅田。さあ、四ツ谷浅田の2番3番。ああ、鴨が痛いタイムロス。残り40秒。さあ、鴨が4番手5番手小西。さあ、残り時間は35秒。小西があと1回残ってんのか、ショートカット。さあ、これで浅田が前に出る。四ツ谷の前だ。2番手浮上、残り30秒のコールとなると、さあ、鴨選手が N 村選手に勝たんとあかんのか。さあ、残りは15秒です。トップ N 村、2番手浅田、3番手四ツ谷、4番手鴨、5番手小西。小西1回残ってますかね、ショートカット。さあ、通りました。さあ、ここで残り10秒です。残り10秒。さあ、 N 村選手ファイナルラップ、やはり余裕のレース運びですね。タイムアップ、小西ゴール、浅田ゴール、四ツ谷ゴール、 N 村ゴール、もう1台カモ入って
全勝ゴールでーす。お疲れ様でした。トップゴールは沼村選手、2位浅田選手、3位四ツ柳選手。さあトップ沼村選手はもうこれ確定ですが、2位以降はちょっとポイントわからんとこですね。さあ決勝 A グループ全レース終了です。さあ順位確定。お2番3番同タイムで浅田選手が前となりました。総合結果 N 村浅田かもでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、では続きまして決勝 B グループご準備ください。出走ドライバーは上田選手、ニューナヤ選手、山下選手、石川選手、上村選手。先ほど3分間ラウンドと違う操縦台をお選びください。B グループは先ほど、上田選手がトップゴール。はい、ウォーミングアップランどうぞ。ウォーミングアップランどうぞ。上田選手、石川選手、2番エンカリー、3番エンカリー、上村選手、4番エンカリー、山下選手、1番エンカリー、5番エンカリー、2番エンカリー、4番エンカリー、1番エンカリー、5番エンカリー、3番エンカリー。山下さん、車大丈夫でした？はい、では3番グリッドからスターティングリッドをつけてください。3番グリッド上田選手、4番グリッド二宮選手、5番グリッド山下選手、6番グリッド石川選手、7番グリッド上村選手。先ほど着順は上田、石川、二宮、上村、山下の順でゴールでした。では山下選手がさっき、さっきじゃあ上位2台、上位ね、上田さん、石川さんをさっき決めましょうか。ここを2、1にしましょうね。2、1で、で、ショートカットですね。2回ショートカット、ロングライン1回ですね。上田さん、石川さん。で、ニューノヤさんが、3、1ですか。ショートカット3回のロングライン1回。で、上村さん。上村さんがショートカット、あ、じゃあ、上村さんがショートカット4回のロングラン1回で、山下さんがショートカット4回のロングランなしにしましょうかね。はい、これでいきましょうか。もう一遍整理しますね。ジョーカー連走行、上田、石川、お二方がショートカット2回ロングラン1回、ニューノヤ選手がショートカット3回ロングラン1回、上村選手がショートカット4回ロングラン1回、山下選手がショートカット4回ロングランなしと。はい、以上のジョーカーレーンとなります。できればあのマーシャルの方、ジョーカーレーン通った人ちょっと言うてください。はい、よろしくお願いします。では参ります。マンデークレイジーナイトレース決勝 B グループ5分間ラウンドスタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。さあ魔の回廊となるか、ジョーカーレーン。さあ、マシントラブル、前はめてあげて。さあ、まあ、石川選手、あ、今ロングラン行ったな。ニューノヤロングライン終了。さあ石川選手、オーマイガード。上村さんロングラン終了。上村さんロングラン終了。さあ順位はトップ上田2番、さあ、石川ロングラン終了、上田さん終了。見てへんかった、ありがとうございます、ナイスフォロー。上村さんショートカット1回目。さあトップ山下2番手、上村3番手、上田4番手、上村ショートカット2回目。さあトップ山下2番手、上村3番手、上田4番手、ニューネア5番手、石川の順。さあ石川選手は痛恨のマシントラブルだったが、ここは諦めずにいたい。さあトップ山下選手、白オレンジ。さあ現在ストレートのマシンがトップ山下。レースは残り4分です。残り4分。さあ、山下ショートカット2回目。じゃあ1回目か、まだ1回目やな。お初やな。
山下選手は先ほど5番沈んでますから、これはねトップ取りたいですね。さあ転倒、さあ順位がどうだ、これで上村トップ、上村トップ、さあイエローのフォード、上村選手はトップ走行、2番手山下、3番手上田、4番手ニューネア、5番手石川。さあ今回はジョーカーレンの効果が、破壊力が大きいですよ。トップ走行は上村選手、現在、最終コーナーからストレート、赤白スクーデリアカラーのマクラーレン、上村選手トップ、トップ、2番手がもう山下選手ワンラップということは、上村選手がほぼほぼ全車ラップ状態。さあ残りは3分です、残り3分。石川さんショートカット1回足しましょうか、ちょっとちょっと寂しいんでね。さあ山下選手ショートカット2回目、しかしミスター。さあ石川さんはショートカット3回ね、3回 OK ね。さあレースタイム残り2分35秒です。さあ5分間周回レース半分が経過しようというところ、さあ前半戦から後半戦に入っていく、折り返し点を過ぎました、残り2分30秒、トップ上村、2番手山下、3番手上田、4番手ニューナヤ、5番手石川、石川ショートカット1回目。さあトップが上村選手、イエローのフォード、さあ石川2回目ショートカット。さあ残り時間は2分10秒です、まだまだ。さあ石川はこれで連続3回ショートカットをうまく使って、石川がニューノヤのどこまで背後まで来れるか、まだまだですね、まだありますね。さあトップ残り2分です、あっと、さあトップ上村、さあブレーキングミス、さあこれで後ろ山下が転倒、オーマイガー。さあ残り時間は1分45、トップ上村、2番手上田、ここ同一周回、3番手山下、4番手ニューノヤ、5番手石川。ニューニューはこれ最後に残してますね、残り1分35、残り1分35秒。さあ山下ショートカットなんか最終でこけに、残り1分30秒です、残り1分30秒、トップ上村、2番手上田、3番手山下、4番手ニューネ、5番手石川。さあ上田が1回目のショートカット、慎重にいきますね、これで上田がトップ。さあ上村の前に出る、ちょっともう相当あれやね、上田選手にはハンデを与えないとそう。さあ1回目ニューネアが1回目ショートカット、レースタイム残り1分切りまして、残り55秒。さあニューネア逆転なるか、2回目山下も、最後やね、ニューネア2回目。さあニューネア、あー村やってしまった。さあ残り40秒、トップに立ったのはニューノヤ、2番手上田、さあ同一周回、上村も同一周回だ。さあ面白くなってきた、最終盤残り30秒、トップニューノヤ、2番手上田、3番手上村、さあ上田、はい、さあ上村もついていく、さあニューノヤ一気に3番手、残り20秒、残り20秒、ニューノヤもあと1回残ってるねこれね。さあ残り15、さあ最後のジョーカーレーンで逆転なるか、現在トップ上田、2番手上村、3番手ニューノヤ、4番手山下、5番手石川、残り10秒。さあラストラップでどうなる、どうなる、3回つこたんか。さあゴール、ゴール、ゴール、うわすごい僅差、ゴール、はい停車ゴールです、お疲れ様でした。トップゴールは上田選手、2位上村選手、3位ニューノヤ選手でした。お疲れ様でした、お疲れ様でした。いやいや暑かったですね。上田さんショートカット3回、上田さんショートカット2回、あ1回多かった。あとで VTR で見返せますからね。気づいてんかったな。これで、あ、ニューニュー上村が同ポイントの2回ですね。なかなかね、ジョーカーレーンがうまく機能しましたね。上田さんがね、かなり手だれてますね。はい、お疲れ様でした。以上にて本日マンデークレイジナイトレース終了です。